武田塾の参考書オンラインストアがついにオープン。その名も逆算 .com。 参考書ごとにレベルが書いてあります。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは。武田塾教務の武田です。武田塾西宮北口校の北野です。皆さん武田塾チャンネルのチャンネル登録とこの動画へのグッドボタンよろしくお願いします。今回のテーマは関西の公募推薦事情について話そうというテーマにお送りしたいなと思うんですけども、はい、関西の西宮北口校の教室から北野先生が今日はゲストで来てくれました。はい、今日よろしくお願いします。お願いします。まず、公募推薦とは何ぞやっていうのをねちょっと説明していきたいんですけど、東京の大学の公募推薦と関西の大学の公募推薦ちょっと毛色が違いまして、公募推薦っていうなんか推薦入試みたいな名前が良くないと僕は思うんですよね。そう、なんか栄養入試みたいな感じを想定される方が多いかなと思うんですけど、はい、で実は違うんですよ。で関西の中でも特に、これから話す三金交流、あと関西外大、大阪工業大学、あとね、まあ、大阪経済大学とか接心追悼とかあるんですけど、まあ、カンカン同率より下の学群の大学で秋の時期に行われるなんか入試の前哨戦みたいなことを公募推薦入試の中でも学力に重きを置くタイプの関西の公募推薦入試について話していきたいと思います。受ける人多いですか？多いですね。うちカンカン同率受ける子なんかは絶対受けておいでっていうふうに話をしてるんですけども、秋の段階で例えば三金交流公募推薦で受かりましたってなると2月めっちゃ余裕持って受けれるんですよね。そうなんですよ。結局カンカン同率のための勉強がもう本当に12月1月、はい、2月っていう風に全部当てることができるので、はい、英語とか国語とか、うん、英語とか数学ってしかも2科目で受けれたりするので、はい、まあ、基礎をしっかり固めてるっていうのを測る上でも11月の公募試験っていうのは関西ではかなり熱い戦いがそうですね、はい、繰り広げられるっていう感じなんですけども、はい、これ関西の子たちだったら結構常識やったりもするんですけど、こう日本全国僕もいろんなカンカン同率志望のこと話してるとやっぱり知らないことって多かったりすると思うんで、この動画を通して公募推薦のことを知ってもらえたらと思います、うん、はい、公募推薦の難しさは大学によって全然違うというところが難しいですね。うん、例えば浪人いけるいけないとか評定がちょっと関係あるないとか科目数とか、うん、なんかねいろいろ違ったりするので、それを主に公募推薦で受ける人が多い三金交流と関西外大大阪工業大学、ここについて話していきたいと思います。近畿大学どんな感じでしょうか？そうですね、まあ、近畿大学って言ったら皆さんもご存知の通り多分すごいマンモスで志願者数日本1位っていうところなんですけれども、うんうん、人気の大学です。はい、ここに関しては浪人生まず OK です。お基本的に100点かける2科目という感じになってます。しかも高得点方式っていうのもあったりとか英検利用っていうのも結構できたりするので比較的受けやすい。そうですね、得意教科で勝負することができるっていうね。そうなんですよ。そこも売りですね。ただしここカンカン同率受ける子とかが結構わざっと入ってくるんで、はい、倍率跳ねたり合格最低点が 80% 超えたりとかする年もあったりするので結構難しいんですよ。そうですね、近畿大学なの、はい、っていうここを通るっていうのは自信にもつながるのでチャレンジする気持ちで受けてほしいなっていうそんな感じですね。はい、評定は関係あるんでしょうか？評定は関係ないですね。はい、学力、学力第一と、はい、一本勝負で、学力一本勝負ということで、はい、で公募推薦の中でも比較的入試が後なんですよね。そうですね、11月の下旬と12月の上旬に2回チャンスがあって、うんうん、しかも例えば経済と経営っていうのが日にちが違うので、はいはいはい、分けて受けれたりするので、うんうん、おチャンスありですね。そうなんですよ、大学さんがねそういうのをね仕組んでくるので、うんうんうん、はい、というわけでね近畿大学でした。はい、次、京都産業大学どんな感じでしょうか？兵役生のみ OK っていう、はい、ちょっと珍らしいタイプの公募試験になるんですけども、はいはいはい、これも11月下旬ですかね。うんうん、学力とかも200点とかで選べるんですけど、はい、近大さんみたいに高得点方式もあります。あるいは内申点を使うこともできる、うん、じゃあ内申いい人は内申使った方が得だし、はい、内申自信ない人は学力一本勝負で受けるみたいな選べるタイプが共産の公募推薦ですね。そうですね、しかも問題が旧センター試験より若干簡単にできてるの で、はいはいはい、で合格最低点も近大より低めに出るので、うんうん、個人的にはここは狙い目というか、あそうですね、ぜひ受けてほしいなと思う大学ですね。カンカン同率受ける人ならここで受かっときたいと。そうですね、続きまして龍谷大学。龍谷大学に関してはもうこれほぼ共産と変わらないんですけど、はいはいはい、ここは共産と違って一浪まで OK です。なるほど、はい、ここややこしいんで。なるほど、浪人 OK じゃなく一浪まで OK。 そうなんですよ、はいはい、一浪まで OK っていうことで、うん、ちょっとこれは早いですかね。11月の14とかに今年はあったりするみたいです。ここも内申点ありとなしが選べたりするので、はいはいはい、で問
題もそうですね、共産とあんまり変わんないんで、共産か流国かっていうのはどっちか一つ自分に合う方を受けてもらったらいいんじゃないかなと。で残る三金交流の一つ、兵庫県にある江南大学なんですけど、はい、ここは公募推薦こうあんまり一般的じゃないというか、あんまりメジャーな受け方じゃないんですよね。そもそも英語だけみたいなものがあったりとか、うん、学部学科によるんですけれども、取る人数一桁とか、ちょっとなんか枠少ないなという感じになるので、うんうん、問題形式があって自信がある人はぜひチャレンジしてもらったらいいと思うんですけど、ちょっとそうですね、受けにくい印象はありますね、うんうんうん。関西外国語大学、通称関西外大、ここはどうでしょうか。うん、ここも基礎1年目まで OK です。あ、なるほどなるほど、はい。関西外大はもうこれ英語だけで受けれたりするので、はい、これ熱いですよね。熱いですね、英語一教科。国語社会できへんけど、英語だけは自信あるっていう子がやっぱりいるので、ぜひ受けてほしいんですけれども、これリスニングがありっていうのと、ね、まあ、内申点もちょっと含まれたりするっていうところがあったりするので、英語に本当に自信がある方は受けてほしいのと、一個ちょっと注意点で、はい、英語キャリアコースっていう。あ、はいはい、難しいところ。はい、はい、そうなんですよ、難しいんですよ。偏差値一つだけアホみたいに高いとこがあるんで、うんうんうん、ここだけはちゃんと偏差値と問題を見た上で受けてほしいなと思います。なる、受けるコースによっても難易度が変わってくるということですね、はい。理系の方ですね、大阪工業大学公募推薦どうでしょうか。ここも基礎1年目まで OK ですね、はいはいはい、本当に2科目200点っていう感じで、はい、しかも高得点方式、これも使えるので、うんうん、まあ、特に数学とか得意な方なんかはバチッとここで勝負してもらえたらなというのと、科目が英数とかですかね。そうですね、で1個だけちょっと特殊ケースがあって、はいはい、知的財産学部っていうのがあるんですよ、はい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 、でここに関しては数学の代わりに国語の現代文のみで受けることができると、はいはい、なるほど、理系の大学ですが、はいはい、ちょっと特殊な形ですけれども、うんうん、まあ知ってて損はないかなと、はい、まあ、理科やらずに候補推薦で大工大行けちゃうっていうね、そうですね、候補推薦の熱いところかなと思いますね。早めにゲットしてるとかなり有利ですよね、うん、しかも就職かなり大阪工業大学いいので、はいはい、関西強いですね。他にもいろいろ候補推薦やってる大学多いんですよね。そうですね、女子大で言ったら向こう側女子大、うん、道場教授男女とかっていう風に、はいはい、あ、まあ、関西の、はいはいはい、女子大とかはあったりしますし、うんうんうん、あとはセット推進、はいはいはい、このあたりも本当に下請けとしてまずは受けてみようっていう風に、うんうん、チャレンジするのは悪いことじゃないと思うので、はい、確かに切断とか多いですね、受験者。わかりました。こんな感じで、まあ、カンカン同率とかをね目指してる人とか、あるいは三金交流第一志望なんだけど、その滑り止めを公募推薦で抑えときたいとか、公募推薦で第一志望受かったらラッキーだなとか、まあ、そういう受け方もできると思うので、ぜひ、公募推薦受験を考えてみてください、うん、でこの動画を見て、あ、2教科できるんだとか1教科できるんだとかね、いろいろ気づきがあったと思うので、そこに向けて重点的に勉強していくこともありだと思います。急げということで、はいはい、もし迷っている方がいたら受験相談ぜひ来てください。はい、今回は以上です。武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年もスタートしました。なんと今年は新講師と全国どこからでもお茶の水本校の講師に質問できる新サービスが登場します。詳細は概要欄から。